皆さんこんばんは。こんばんは。さあ IWC Day 5ファイナルの模様をね、本日お送りしております。キャスターが今もっとこう盛り上がれ盛り上がれってやってましたけどね。僕らもやっておきましょうか。いませんね後ろ。寂しいこと結構的確に言いますよね。孤独感を感じますからね。もうこんだけ会場盛り上がってるのに。まあ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 、それはね仕方がないですね、はい、さあ1勝1敗という現在、になっております。さあこれで BJK1 本返しましたよ、トルコ代表。そうですね、これは非常に大きいと思います。2戦目返したの、その精神の強さというのを見せてくれますね。で先ほど聞いた情報なんですが、はい、BJK が1度目のポーズの時にちょっと離してしまったと、うん、いうことで番枠を1つ削られるペナルティが与えられるという話ですね。これは結構影響しそうですね。パレッドサイド BJK 次ありますからね。ヘカリムは必ずバーンしなければならないでしょうから、あと1つ何バーンしますかね。1戦目はルブランクとカリスタとヘカリムだったんですね。で2戦目でもルブランクとカリスタ必ずバーンしてるんですよ。どちらかを開けなければならない、どちらを選択するかですね、まあ、また違うバーンの戦術にしてくるかもしれませんが、はい、さあそのあたりどういった戦術になってくるのか分かりませんが、バーン&ピック見ていきましょう。さあ ITZ バス BJK 今度はブルーパープル入れ替わります。そしてルルはやはりバーンしますか。やはりバーンしますね。ここまでルルは必ずバーンしてますね。そしてそれに対して BJK がどういう反応するか。ここで一つ目でペナルティ消化しますか。しますね、はい、はい、消化しますね。バーンを見ようという形ですね。でモルガナ、やはりモルガナダメだということですね。ここまでルルジャンナモルガナはほぼ必ずルルとジャンナは必ずバーンしてますね。モルガナは先ほどの試合開けました。でモルガナがいい仕事してましたからね。 BJK ピックアップのところで逆転するきっかけを作ったチャンピオンはモルガナでした。あさあジャンナやはり1戦目と同様ですね。そしてカリスタと問題はここのバーン、はい、ヘカリムかルブランクかどうしますか。さあどうしますか。さあ一番ブルはちなみに BJK のビッグレーナーが一番使っているチャンピオンで、モルガナとジャンナがこの BJK のサポートレーナーが非常に得意とというか、まあ非常にいいプレーが出るということですね。そしてルブランクを選択しました。ヘカリムをどうしますか。取りません。おっと取りません。あり確かにこれヘカリムグラガスオープンですけどシビルもオープンですよ。グラガスがまあちょっと一般的になります、まあ、楽かなという感じがしますね。グラガスのディセンゲージといったものをもう含めてヘカリムへの対策を削れますからね。どうしますか。ヘカリムとおっとデジュアーニ。さあただ ITZ はこのリーシンがいますからね。そうなんですよね。リーシンで試合を破壊しましたからね。そのあとはレクさえも空いているということを考えるとモルガナはモルガナじゃないですね、セジュアニは序中盤のジャングリングがかなり難しいといったところを的確についてくると思います。足ビルを取り上げましたね、はい、ヘカリムと取りました、ね、合わさせないためですね、はい、ここ BJK としてはどうしますかね。ここのところ、まあ、1勝1敗ではあるんですが、どちらにも勝ったチームにアーリがいるんですね。あーなるほど。1戦目は ITZ がアーリを取って勝ちました。2戦目は BJK がアーリを取って勝ちました。そこ一つ気がかりですね。ミッドレーンの対決がここでどうなるのかというのもいった段階で。クマウですか。ルシアンにルシアンにしますよ。ルシアンですよね。ルシアンだと思いますよ。やはりただレオナですか。レオナ久々じゃないですか今大会で。久々だったと思います。一度
ITZ が BKT 相手に出してましたね。それは覚えてます。これでフロントラインが強力な3体、なおかつバックラインの圧力といったものが非常に高いですね。セジェンのウルトはまあバックライン届かなかったとしても、ヘカリムのウルトとレオナのウルトがありますからね。そしてグラガスとシガーナを出してますね。まあ、グラガスはセジュアに、かヘカリムが突っ込んできたときに後ろにグラガスのウルトを当てることで、その1人ないし2人をゾーニングというより孤立させることができますよね。そこでフォーカスを合わせて倒してからといった動きができます。まあ、そういう意味では一つ対策といえるチャンピオンをピックできますね。そしてシバナ、シバナいいんですかね。いやでも仕方がないですよね。 ITZ のトップレーナーにシバナを渡すようなバンピックになってしまってますからね。さあラストピックします。見せ失礼いたしました。大丈夫ですか。大丈夫です。はい、はい、ミッドレーンここアーリに対して何を出すかですよね。バックラインに入っているのであればダイアナは選択肢に入ってくると思います。はい、ダイアナバーサスアーリってどうなんですか。そうですね、ダイアナがレベル6になるまではダイアナ非常にレーニングとか辛いですが、レベル6になってからはウルトの圧力を生かしたレーニングといったものが可能になりますから、レベル6まではアーリ、6以降はダイアナという形になると思いますね。ただ先行レベル6はやっぱアーリの方が必要かなという印象があります。はい、そうですね、そうなると思いますね。アーリの場合はまあフラッシュだけでなく Q の MS アップもありますから、そういったものを生かしたダメージトレード、レーニング、ガンク回避、ダイアナはそういったものないですからね。フラッシュを使ってしまうと非常に辛いわけですから、ここ一つミッドのところでレベル6までのところ BJK 耐えられるかどうかが鍵になりそうですね。ただ BJK のそのミッドレーナー確かにアーリも使うんですけど、僕のイメージだとですね、何ていうんですか、モリアンナやルルといったようなサポート系、サポート系の、チャンピオンを使う傾向があるのかなという印象があったんですけど、ここで急にアサシンですね。確かトルコのリーグの決勝戦か準決勝の方でもダイアナ一応ピックしていたことはありますが、それとも一度だったと思います。そう多くピックするプレイヤーではないですね。やはりレンジ度で、まあ、全UTT 系のチャンピオンが非常に多かったと思います。ここでこのスタイルの変更がどうゲームに影響を与えるのかは確認したいですね。はい、さあそしてトップレーンヘカリムはイガナイトではなくシバーナミーターことで、両者ともにスマイトでしたかね。一応変えてる可能性もあるんですけど、 ありますね。どちらですか。シバーナはほぼ確実にスマイト TP だと思います。ヘカリムがどう選択するかですね。互いにファームをし合うというような形にするのであれば、どちらもスマイト、ヘカリムもスマイトにしますが、レーンでキール、はい、ロムのところからキールを狙うのであればイグナイトですね。さあどうやら始まりそうですね。アイドル試合でファイナルの模様ですね。さあ第3試合目、非常に重要な一戦になりそうです。ITZ vs BJK のゲーム見ていきましょう。スマイトにしましたね、ヘカリム。はい、スマイトにしてますね。そしあ、これ入ってくることを予想してますか。自身のゴーレムにワードを置きましたかね。あ、見えてましたね、これで。あ、見えました。確認。待ってますよ。あ、下がりますか。見えましたか。今見えましたね、セジアリの姿が一瞬見えたんじゃないですか。す確認しましたね。タルデシカへの取れますからね。レベル1 CC 非常に強力ですから、あ、面白いですねこの動き。イグナイトが2枚あることを考えると BJK の方が1つダメージの面では勝っていますが、無理はしない。いやこれはもしかして挟み込んでますよ。ここは BJK はどういった狙いがあるのか、これは2に当てたいのかスワップしたいのかですね。どうでしょう、ヘカリムがすでにポーションを買っていることを考えると1対1したいということなのか。あ、やはり2、
スワップ選択しましたね、BJK 側。そうですね、まあ、相手の動きは確認できてはいないので、これが2に当てるつもりだったのかスワップしたのかは分からないですね。ただ ITZ 側は視界取れてましたか。このトップレーンに現れた2人の動きを確認できていたかどうかは分からないので、どちらも意図したものかはちょっと申し訳ないですが、ここでは確認できないですね。さあ、レーニング、まあ、開始。レベル1、最近やはりハードになってきましたね。あまり入らない動きというのではなくて、もう入りに行く動きがこの IWCI では非常に多いと。多いですね。そこで、まあ、スワップをするのか、もしくはジャングルの視界を得て敵のジャングルに圧力をかけるのか、あ、敵のジャングルのからの圧力を軽減するのを狙っているのか、いずれにせよ。あ、リコールしてますね。リコールしてますね。やっぱり 2V にしたかったということですね、BJK としては。ですかね、はい。さあ、ただミニオンロストはかなりの量をしているみたいですね。ただ、シビルがプッシュしてないんで、ね、はい、最小限で抑えられそうですね。そして、ヘカリムがレベル2、シバナもレベル2。テレポートは使わないですね、ヘカリム。シバナガもテレポートは使いそうにないですか。いや、両者ともに使いませんか。あ、使わないですね。使わないですね。どう、あ、そして ITZ は避けます。避けますね、徹底して避けますね。ヘカリムに当てたい。ヘカリムの経験値、CS といったところを削りたいということですかね。ボットレーンから2人が消えたことを察知して警戒しながらのレーニング、光りますが、このグラガスの動きが分かっていなさそうですね。さあ、トップに眼光しようという流れになっているのは現在 ITZ。 スレシが現れたことで警戒しましたね。素晴らしいですね、この判断。ただここの眼光フォーマンダイブまで。さあ、やりますか。さあ、避けますか。避けますか。あれ食らっていたらスレシのフックまで行っていたと思います、はい、ただスレシ、いや、素晴らしいですね。さあ、ここで TP を振りますね。セジワニはトップに向かいました。デオナがまだ間に合っていないですが、あ、ボットにシバナが割れたことでテーボートを選択することができたということですね。ここBJK としてはミッドレーンのところでフリーもできていないので、ここまでのところ、まあ、スワップの当てに行きたいという狙いは外されているものの、いい形で序盤は進められてますかね。ダイブになっていくないと、これはダウンでしょう。ファーストロー、さあ、アーリースキルゲット。素晴らしいですね、見逃さないですね。サヤナとしては非常にもったいないデッドでしたかね。あと1レベルまで耐えられれば逆転するところだったんですが、ファーストブラッドを渡してしまったことで、あるいは少しこれでレベルの先行もありますし楽になりますね。ここでまたベンチェンジなるほど。さあ、これを見て、あ、ITZ どうしますかね。どうしますかね。連の交換、またスワップをしたいという意図が BJK か伺えました。それに対する判断、どういった判断を下しますかね。そしてボットにヘカリムが現れる。シバーナがこの後の動きですよね。まだここでダイナがレベル6になってないですからね。まだミッドは辛そうです。トップはフリーズされてます。これ、あ、ドラゴンの前のスカットラを狩る。そしてヘカリムはかなり気をつけながらレーンを進めていますが、あ、分かってますね、この辺りに。あ、ワードがあるために分かってましたね。ルシアンが今トップにいることをピンク鳴らしてました。この狙いはやはり何なんですか。な、 BJK としてはこの 2-2 のところで有利を取りたいということですよね。 ITZ としてではそれをかわし続けているわけですが、
まあ、こうしている理由としてはサモナスピルの選択、サポートのプレイヤーの選択からも分かるように、まあ、レーニングのところからスノーボールしたい BJK と集団戦まで耐えたい ITZ という対比が起きてますね。ミッドレーンの装備差がかなりでかくなってますね。ラージロッドを持っているアーリーに対してドランドリンゴ2つのダイアナ、いかにレベル6になっていると思ったとはいえこの差は響きそうですね。はい、ただダイヤの本体が今活躍してないから、はい、仕留めだ。ただジャングル内でも仕留めている。いや、プレイで外してるみたいですね。そしてグラマスはかなりセジュアに圧力をかけることに成功しているようです。アーリも寄ってます。ブルーバフですか、取り上げる形ですかね。ただヘカリムの方が先につきますよ。はい、さあ行ってる行ってる行ってるという、おーよー避ける。そしてアーリを狙う。まあここにダイヤな、避けるんです。本当に避けるんです。このプレイヤーはどういうことですかね。素晴らしい。グラガスのノックアップだけでなくちゃんも避けてましたからね。MVP プレイヤーはさすがですね。確かにヘカリム MS アップもあって避けやすいチャンピオンではあるんですが、ただブリンクがあるわけではないですからね。いやー、これでちょっとミッドレーン楽になりまして、おお、かなり楽になったと思いますね。ダイアナはレベルの差といったものを返せたと思いますしね。1キロ取った、ここ避けて、これも避けて。こんなん無理ですわ。無理ですわ。いや、もしグラガスがサッカー好きになったらすごく面白かったですね。演技しました。さあ、だいぶですね、レオナがタワー持ってます。ここにテレポート。さあ、お互いフラッシュ切ってますよ。ブルートリンクット。ただ、視界外になりました。正常に、いや、アーリも来てます。島のウルトありますよ。さあ、ルシアン1キル拾いたいが、ここ取れない。そして、シビルもダウンしました。アーリをフラッシングからチャーマ、ここも避けている。さあ、ウルト、ソーラフレアでセジアニのウルトコンボが決まって、ここにテレポートが来るぞ。さあ、ダイアナ1キル拾えるか。さあ、セジアニが1キル拾っている。ランタン回収は成功したようですね。22交換ですね。ここでまたダイアナが1アシスト取った、アーリが潰れていることを考えると、徐々に BJK 返しつつありますが、ダイブを狙っています。狙ってますね。ヘカリムウルト、もう少し、そのまま青バフの管理までつなげますね。さあ、ブルーバフ、これグラガス取りたいですよ。スマイトはありますが取れなかったようですね。ダイアナが取りました。さあ、一度体当たりからですが、ダイアナ E から仕掛けていく。セジアニの、あー、ただここにランタンからの間に合ったのはシバーナ、非常にいいダメージだが、ヘカリムのウルトがこれ微妙な位置になっていると。さあ、スレッシュはダウンしたが、ダメージを出せるチャンピオンが2チャンピオン残ってる。さあ、ここでダイアナダウン。さあ、グラガスがブルーバフを持っているためにマナがなくても仕事はできる。シバーナ2キルゲット、3-0に。 BJK としてアグレッシブにいって試合の流れを変えようと引き寄せようとしましたが、ITZ 許さないですね。今のところで ITZ がここで有利を取りましたね。アーリがキルを取って、そのままボットレーンに狙いますか。狙いそうですね。しか一応ワードはありますが、アーリはウルトあります。アーリがキルを取ったんじゃないですか、シバーナが取りました。あ、シバーナが取りましたか、はい、あ、申し訳ないです、申し訳ないです。申し訳ない。ただこれでシバーナ育ちました。かなり育ちましたね。3キル0デッド2アシスト、はい、シンダーハークも完成して、ジャイアントベルト突き返って必ず変えるでしょう。対処がちょっと難しくなってますね、 BJK。 おっと、フレアからきっちり EQ スタン決めている。さあ、ここからアーリー2回ブリンクで逃げ切れる。チャーム当たっている。あ、ウルトがクールダウンに入ってましたか。はい、その間にドラゴンを、ドラゴンゲットしたのは ITZ ですね。スティールは成功せず、
知花がミッドを押してますね。BJK としては何としてもこう主導権を取り返そうと積極的に狙ってますが、相手ちょっとそれ許さないですね。さあここまで12分ゲーム展開しましたけれども、どうですか、何か気になる点ありますか、レトロさん。そうですね、まあ、どちらもトップレーナーがシンダーハークを完成させていますが、セカリブのよりも芝田の方が育っていることを考えると、トップレーンこのままだと ITZ の方がレーンを押し上げる形にもなり、ただ一方でボットレーンで CS はしっかりと作ってますね、ルシアンが。ただ1キロを取っていることを考えると、そこまで装備差にはつながっていませんか。ほぼイーブンな形にはなっていますが、トップの圧力、ミッドレーンのところでアーリがそろそろルーデンズエコを完成させることを考えると、 ITZ の方が徐々に有利を作っているのかなという感じがしますね。さあ ITZ が徐々に有利を取り始めているということです。まだまだじゃあ ITZ が時間が続くと、 ITZ のただそう大きな有利とはまだ言えないと思いますね。あーもうヘカリムが無理になってますね、はい、さあハートスマイト打ってますよ。これ両者ともにウルトがあるだけにダイナも寄っていますが、グラガスがそれを咎めて、アーリが挟んでいる、逃げられない。チャームが怖いが、ここ芝田に一度仕掛けて逃げ切ることには成功か。いやフラッシュイン、さあここにアーリ、チャームは届かないぞ、キューも届いていない。ダイナもう一度ウルトでミニオンに飛ぶ、無理と判断、うまく逃げ切れましたね。いい判断ですね。そしてグラガスの狙いも素晴らしかった、孤立させるために動きましたね。ちょっとトップのファーストタワーは取れそうですか。 ITZ このまま芝田の有利が広がるような形になりましたね。エカリムとしてはちょっと辛い。ボットレーン CS がかなり開きましたが、先ほど18程度だったのが20ですかね。レオナのウルトとフラッシュ、イグナイトもありますからね。ボットレーンは BJ キーが徐々にこう圧力をかけてますね。対照的な形になってますね。でエコーが完成、シバナの忍者旅とジャイアンツベルト、このままワーモグに行きそうですね。ワーモグソーンメールですよね、先ほど同じビルドであれば、はい、多分そういうビルドにすると思いますね。そうなる前に一つどこかで BJK としては有利取りたいですね。あとはダイアナの装備、アビサルが完成するまでがちょっと辛そうですね。マンドからしかも行ってますからね。はい、このあたりやっぱりアビシャル必要ですか。必要だと思いますね。こう敵へ突進していくチャンピオンですからね、ダメージよりもこう自身の硬さといったものが重要になってくると思います。どれだけ生き延びて、通常攻撃 QW のを生かせるかですよね。特に通常攻撃の回数を振ることによってパッシブの発生がしますから、まあ、パッシブのダメージはかなり大きなものですからね。そのためにはやはり硬さといったものが重要になってくると思いますね。トップへ圧力をかけますね。ヘカリも徹底的にやろうという、はい、しっかりとワードは置けてますが、下がらざるを得ないでしょうね。さあ見えてますね、後ろから潰していく。さあ逃げろ逃げろとバックミンが流れてます。そしてボットレーンでもレオナが仕掛けてランタン、さあテレポートで返していくぞ。シバナが来る、ここにスジュニが来てますが、テレポートキャンセル、いや止めたか、どちらでしょうか。キャンセルましたね、キャンセルですね。さあウルトで逃げたところ、トップレーンのヘカリももう一度スローが入っている。ここにダイアナ来ますが、グラガスのウルトパーフェクト。あのウルト難しいんですかね。さあ狙い通り ITZ はヘカリムをまあ、こかすことには成功してますね。成功してますね。ヘカリブとシバナの差がどんどん広がっていってますね。ただ一応交換という形には BJK できてますね。ヘカリブを倒される代わりにボットのファスターは取れています。悪くない交換ですが、問題はこのシバナの圧力をどうさばけるかですね。もうワーモグ完成しました。かなり硬いですよ。ダメージも十分出ますからね、柴田は。
レーン、トップレーンプッシュしてそのままミッドへの圧力といったところ、そういった動きが可能になってますからね。あ、そうそう、そういえばダイアナって Q 打ってからウルト打つじゃないですか。はい、あのウルト打った後に Q 打てるらしいですね。はい、ウルト打って Q を打てば、まあ、一応なんかうまくやれ、タイミングよくやれば Q のバフが、デバフが与えられた状況になるらしいですね。それを思い出すのはその CJ のミッドレーナーのラビットスターさんがそういった動き非常に得意だったのを僕覚えてますね。彼のダイアナ素晴らしかったですからね。なので確か Q がほぼ 100% ヒットするという状態になるらしいですね、はい、そのコンボを使うと。まあ難しい、お時間があるときに練習してみてはいかがでしょうかね。それができるだけでダイアナの圧力といったものが随分と変わってきますからね。あ、アビシャル完成しましたね。しましたね。そしてドラゴンは ITZ 渡しそうですか。あ、まあ1スタックあるかな。はい、他に何かを交換するというよりまたトップですね。またヘカリムへヘカリム、これはさすがに厳しいですよ。一見にヘカリムとはいえ、ちょっとここまでさ、だいぶありますよ、ありますよ。地上に起きてますね。あ、だいぶしましたね。いや、ただここ地上にきっちりカバー、タワーダメージをグラガスに当てたウルトがあるが、ヘカリムのウルトは関係がない。 CC が無効されるんです。ただミッドのファーストタワー取りましたね、 ITZ。 はい、その間にミッドタワーをゲットしているのは ITZ。 ウシアンが後ろから打ってますが、シービールが捕まったから、あったフラッシュ。ただここにルシアン反応、フック、ボックスで囲んだ、キューは届かない。アーリがキルを持っていく。スレッシュ、ものすごいプレーが出たが、レオナがここは捕まえて、スタンからダイアナのキルにつながります。何ですか今の一連のプレーは。スレッシュすさまじい、そしてルシアもそれを予測してたポジショニングでしたよね、はい、さらにスレッシュがそれを上回りました。フックでルシアを捕まえてあそこフックもウルトも打っていなかったらシビル倒されていましたね。いやー、レベルが高いですねレベルが高いですね。そのー、なんていうんですかね、戦術とかじゃなくても個人技ですか。個人技ですね、見えてる範囲というか。はい、さあ現在20分になりますね、ゲーム時間20分。バロンが湧いたタイミングですけれども 1.5 ケース差ということで ITZ が若干の有利を持っているというところですが、やはりトップレーンで大きな有利を作れているというのは ITZ にとって大きいと思いますね。スマイトを持っている同士の戦いのところ、あ、スマイトじゃないですね、テレポートを持っている同士の戦いのところでレーニングを押せるというのはマップのコントロールといった面で大きな有利が得られますからね。ただ BJK としては AD キャリーがかなり育っていると、それを生かしていきたいですね。さらには先ほどからのダイアナのウルトエンゲージといったところもかなり正確に行えてますから、この2人を生かしてレオナも絡めて、少数戦集団戦のところ有利を取っていきたいですが、この少数戦をただ仕掛けているのは ITZ なんですよね、はい、そこにさあレオナ行ってますよ、きっちり反応できてますね、はい、そしてここ追い返してのファーストタワーをプッシュしてという形が作れるといいんですか。青バフの方を言い出しますか。いや、ダイアナにブルーはいるという感じ。あ、取った、取りました、アーリが取りました今。そしてボットのファーストタワーとミッドのファーストタワーを交換しますか。ちょっとダイアナこれで Q の回転数、W の回転数といったところも随分と影響しますからね。 PDR が全く詰めてないですから交換しますね。ボットのセカンドタワーまで行きますか。はい、さあボットのセカンドタワーまで行っていればここにヘカリムカバーに行っていくので、そしてそれを援護するように下がるような形を持っているのは BJK。 さあどう当たるのか、それを後ろから挟もうというのが ITZ の今ジャンケンの動きになってますが、ああ、挟まれてしまうぞこれ。ヘカリムが行かないとまずいが、さあ芝のウルトレ
前に出る。そこはレオナがおとりになる形だが、スレッシャーフックで掴んでいるのはヘカリムのエンゲージを止めている。さあ両一度逃げますが、ヘカリムはここでスレッシャーダウンした。さあシビルはフリーでグラガスをダウン、いやレオナをダウン、レオナをダウン、11の効果にはなっている。あダブルキル、ヘカリムダブルキル、そしてグラガスのウルトを止めました。赤を持ちだが間がないですね、グラガス。そしてその間にルシアンがフリー、綺麗にブーメランを避けて倒しきるが、ここにシバナ、今度はレッドバフを持っている。さらにアクスポイントも持っていますが、ダブルキル、これは三々の効果、三々交換ですね。今のところレオナがシビルをしっかりと止めていたことが影響したでしょうね。シビルは全く何もできずに倒されてしまいました。しっかりといい形で挟み込んではいたんですが、ここですね、レオナが止めてるんですね、シビルを。はい、そしてここで、ここからのヘカリムですね、周りを追いかけて単独で倒しきりました。あれだけいじめられていたにもかかわらず、これだけ集団戦で影響力出せますか、素晴らしいですね。しびれとアーリが止められたということで、カリリキングが落ちたというのが、はい、大きかったですね。しびれがダメージ出せませんでしたね。そして最後のところを狙おうとしましたが、ルシアンとセジュアニが適切に対応してしびれをしっかりと落としましたからね。しびれが落ちたことによってその後のオブジェクトを取りに行くこともちょっとできませんでしたか。取れてないですね、ボットのセカンドタワー取れたのみですからね。この後のドラゴンはどうしますか、 DJK と ITZ。 取りに行きたいチームとしてはどちら側になるんですか。そうですね、レイトゲームのスキルといった面でどちらも同じですからね。5ドラゴンやサードドラゴンを見据えると DJK としてはヘカリムとのシナジーが非常に大きいですから、サードドラゴンを確実に確保したいですね。 ITZ としては取らせたくないという意味合いが強いですかね。さあ、ヘカリムのオーバーの持っているこれ。さあ、グラガスを仕掛けますが、セジュアニバック、まだどちらも打ってませんね。ここにヘカリムのオルトが入ってくる。ボックスで止めているが、これ当たるか、当たった。さあ、ヘカリムホームガード消えた。そしてグラガスがキルを取っている。レオナダウン。さあ、ヘカリムもう一度狙いますが、ウルトで逃げるような形ですね。さあそしてダイアナ捕まってますが、ウルトでうまくアーリを狙おうとしましたが、シビルのブーメランによってのダウン、2キル&ドラゴンゲットしたのは ITZ。 先に準備していた ITZ といったところで差が出ましたかね。ガリムのおっと、おっ、これはワードックは決められた。そしてシールドで、いやー無理、ワードがないと安心してしまいましたかね。ちょっと手痛い、このままバロンまで行きそうです。いけるでしょうね、はい、バロン。アリがここでずっと待ってるといったところが大きかったですかね。レオナが何もできずに倒されてしまいました。ウルトも打てませんでしたからね。でこのあとダイアナが逃げるルート、アリは分かってたんですかね。いや、セジュアニを追っていたわけですね。そこのところにダイナが入ってしまったと。ただ ITZ は非常にうまかったですね、今のところ。 BGK としては有利を取りたかった集団戦のところで、ヘカリムのホームガードテレポートが活かせませんでした。ワードを置く位置がちょっと良くなかったですかね。あ、どこに置いとくべきだったか。やはりドラゴン内部ではなくて、ちょっと外れた近い位置のような場所に置いてあれば、こうダメージを受けてホームガードの効果が切れるといったことはなかったでしょうから、AD の上昇が非常に高い状態でウルトが打てたと思いますね。もう少し裏であったり、はい、奥であったりとかに、そうですね、まあ、リバーのどこかでも良かったですね。奥すぎましたね。ここに置いてればまだ分からなかったですか、はい、まあでもそれは ITZ 側からすると予測してたことなので、しっかり準備していた、はいはい、しっかりとそこを潰していたんだと思いますね。事前にドラゴンとかに位置していましたからね。 IT
IT 側に ITZ 側にとってみると先ほどのドラゴン戦はもう狙い通りという形ですね。そしてミクトがセカンドタワーを取ってバロンバフがありますからこのまま取りそうですね。いや取れるでしょう。さあ取りました。もう一本いこうかというシーンですがどのようになるでしょうか。分かれながらの、削り合いになってますね。トップでは芝アナ、そしてみんなに闇を置いて削り合いを取る。さあこれ続くと辛いですよね。辛いですがそこまで正式にタワーが削られているわけではないので、そしてボットレーンが大きくビッグウェーブができていることを考えるとそのまま耐え続けることがあればいなせそうではありますが、今回の辺すごく崩れている人がこれできたら、試合のミニオンウェーブ処理には使いませんでした。ダイアンからミニオンウェーブ処理が非常に辛いことになっています。あと少しです。あと3割だいぶも考えられるライフになってきてますが、キャノンミニオンがこの遠距離からチクチクとチクチクとちょっとこれは折れそうですか。あ ITZ としてはセカンドボトルセカンドカードミクロンサードカードだからハウカー当たりに行きます。ヨクレアはちょっとミスったかと、ジョニーが前に出てキャリーニを止められるかというシーンですが止められない。さあ奥に入っていくのはシバーナ、シビル完全にフリーでキャリーあーダメージを出していた。さあそしてシバーナがルシアンをダウン、セジョニーウルトでいます。あスレッシュをキルしましたが最後はシビルのキル3キルゲット。カルトエンゲージフォーカスのところ合わせましたね。はい、さあタワーダメージをもらっているところにリアのスタンを切れるヘカリム、これは厳しいか。いやウルトでシビルを倒し切った。これタワーが降りない可能性がありますが1本は降り切れる。1本降りましたね。これで折れなくていいですね。さあ守り切ることには成功したのは BJK。 ITZ からするとちょっと少し口惜しいという。そうですね、ちょっと焦りましたかね。ただまあインヒビター持って熱スターは一つ折ったことを考えると効果としては悪くないと思いますね。むしろもっと、ただここ周りが捕まってしまうと捕まらないですね。そう逃げれますね。ヘカリムが追ってますよ。アーリー優先しますね。アーリーさえ、アーリーさえ、いや間に合わないですね。スレッシュがランタンで救出しましたね。ここでまだドラゴンまで50秒ありますから ITZ しっかり座っていることを考え、そしてなおかつ芝生がまだテレポートもある、はい、というかもうすぐビルドが完成します。芝生、はい、一番お金稼いでるかもしれません。606 CS が266稼いでますね。そしてさらにはこの266のいくつかは中立モンスターであることも考えると、まあ、やはり一番稼いでるのは芝名でしょうね。スプリットビサージか、まあ、バンシーか。そうですね、スプリットビサージであれば OK のライフスティールの強化、 1V1 の強化といったところが挙げられます。ビサージであれ、あバンシーであれば集団戦のところのディスエンゲージを一つ回避することができますので、集団戦向きのビルドになりますね。どちらを選択しますかね。まあ、いずれにせよ厄介な存在がさらに厄介になることは変わりはないですね。これでサードストックドラゴンになりますね。アップ効果とパーセントをゲットしていくのは ITZ。 ゆっくりでなりましたか。そうですね、ちょっとペースを落としましたかね。まあ、それは BGK が不利を悟って無理に当たらなくなったことが要因にもあると思いますね。あとマップのコントロールも取られてますからね。ボットをプッシュしながらこのスプリットプッシュ131もしくは113ですか、104、まあ、芝生に押させて、はい、マップのコントロールを取りながらもという形ですね。ミッドはスーパーミニオンが押しますからね。オープンは一応上がってはいますが、ワードがないですね。裏に回るワードがない。シバーナがシュートをかける。ミッドのウェーブクリアがこれシバーナが行いそうですか。ミッドを押してネクサスタワーに圧力かけるような動きをもしかしてするかもしれないですね。あしてますね。さあスジアニトレオナがそこに反応した。グッドリーグ
が硬い。そうなるとボットレーンのタワーがフリーになる。あー BJK 非常に辛い。この芝穴に振り回されている。これがスナイト TP 芝穴。あーどうする、当たりに行くしかない、当たりに行くしかない、当たりに行った、当たりに行った。シビルがかなりライフが削れている。さあ非常に前に出ている。まずはスペッシュダウン、そして捕まえた、アーリが捕まった、アーリダウンした、ヘカリスドルドル勝利をした。そして芝穴も突っ込んでいましたが 1V5 硬いとはいえさすがに 1V5 は無理。3キルゲットしたのは BJK。 バロンが上がりましたよ。いきなり盛り上がっているこのお客さんのコール。バロンに行きますね、行きますね、行きますね。ただクラガスも分かってますね。さあ TP ちょっとボットレーンの深い位置だったこともあって遠い。おお。としか言いようがない。消し飛びましたよ、シビルが5割吹き飛んだ。これがヘカリム。ルシアンのヘルスがないですからね。グラガサがちょっとルシアンを狙う可能性が。ただネクサスタワーが危ないことにもなってますが、さあセジアニのウルトスから、あいい、ちょっとレオナをミスりましたね。ただフレアを当てている。グラガサがルシアンを倒しきることには成功しましたが、セジアニがグラガサを倒しきった。バロンはキャンセルという形になった。ここに TP が飛んでくるのはシバーナ。シバーナ 1V3、V さん、ここにアーリも来た。そしてスレッシュがうまくフラッシュで避けてからのフックを狙おうとしましたが、バロンのダメージをもらっている。フックはミスった形。さあそしてセジアーニがヘカリムをダウン。さらにトップレーンのミニオンがすごいことになっている。そこに向かうのは ITZ。 BJK とりあえずここのタワーを守りたいが折れてしまう。さあ歌い出した会場。インヒビターが湧いてはいますが、バロンのところこれヘカリムなしの戦いできますかね ITZ は。あと13秒、テレポートもないですよ。やはりすぐさま始めますね。スパイクはあるがその前に終わりそうな形ですね。レベル18の島田のスパイクもあります。おーっと、ダイヤが飛んだ。スティール成功 BJK。 そのまま一気に集団戦にもつれ込む。アーリを捕まえているのはレオナ。ただ、さすがにダイヤナは 1V5 突っ込んだためにダウン。さあ2ダウン、グラガスがダブルキル持っていきましたが、バロンバフは持っている BJK。 なんというスマイト打てずですか、シバーナ。今の打てませんでしたね。ちょっとやはりトップレーナーということもあってスマイトのところをミスりましたか。ただ、さあただインヒビターに来る。ヘカリムホームガードウルト、シチルが狙われてダウン。落ちた、ルシアンが来ました。そしてルシアンが間に合ってウルトレッツ。タンクが前に行きたい。2がルシアン固まっているため、ルシアンがフリーダメージ。さあシバードが前線を張ってますが、グラガスがダウン。さあ BJK これ分からないぞ。セジアニがスローエリアを巻いた。いいね、スローで捕まえてBJK 4キルゲット。何なんですかこのチームは。先ほどもそうでしたが、苦しい状況になると返しますね。すごい盛り上がりです、すごい盛り上がりです。いやこれでドラゴンは確実にとは言えないですか。アスペルシールドがなかったところウルトも入って、セジワニのウルトもしっかりと入りました。ここ倒してからですか。この倒した後ですね、これですね、狙うところを止めたんですね。はい、そルシアも芝野を狙うんじゃなくてグラガスをしっかりと、フォーカスがうまいですね。これで今の一連の流れの中でバロンバフもあり、ルシアンはライフスティールを手に入れましたからね。先ほどよりかは芝穴への圧力、芝穴から受ける圧力で多分減っていると思います。アカトラスですか、まだ。そうですね、まだ足りない、ちょっと足りないですね。最低でもブレードオブザルインドキングがないとルシアンは辛いと思いますけど、変えますかね。
さん、装備がただ変えましたね。実はありますか。顔にできましたね。金額三 K ですか。さあ、最後狙いに行く動き。ただし ITZ もこれを取ればフォースドラゴン、ファイブドラゴンのドリームバフがあります。さあ、レジェンドも左当たりきたら後ろ後ろでまずはダメージを出していく。ランタンを置いてますが、このランタンにはまだ誰も乗っていない。フローリーお互い吐きましたが、これはお互いに当たらず、さあここでシビルがウルトが入った。さあ、腕や完璧な集団戦 PJK。 さあ、出だしはいいぞ。さあ、ただダイヤの1キル拾ってる。アーリがただフリー、アーリはフリー、ダメージを出せるか。ここヘカリムが捕まっているが、レオのフラッシュインカルのスタン。さあ、ダブルキル持っていくのはダイヤだ。42交換。アーリダメージは出したが、なんという逆転劇。今のヘカリム素晴らしいですね。ただ ITZ を負けません。そのルシアもしっかりと抑えたことで被害を最小限に食い止めましたが、ドラゴンとセカンドタワーは取られますね。ここ BJK 見事ですね。本当に構成の狙い通りの動きをしました。敵のバックラインに入り込む動きですね。ここから一度エンゲージはできずにやり直しといったところで、ヘカリムがここ入っていったところ、完璧ですね。ダイヤのウルト、あー CC チェーンが見事。ただしこの状況でも芝名がルシアンを抑えてるんですね。あー、芝名強い。ただしダイアナがしっかりと暴れましたね。見事ですね。いや、モストコンボですね。あの CC チェーンはダイアナのウルトバロの2で集め引き寄せて、レオーナのウルトとセジュアニのウルトとヘカリムのウルト全部かぶってましたけど、はい、ちょっとかぶってしまったのが、あ、そのままスノーボール集団戦できなかったようにはなりましたが、ただそれでも素晴らしい連携でしたね。あとはもうシビルがやっぱり大きかったですね。すごい感想です。歌ってます。キャスターのマイクにもし入ってはないと思いますか。多分会場の集音マイクですね、入っているのは。すごいことに会場がなってますが、トルコ一色でしょうか。やはりこういったところ、そのチームとしての歴の長さ、クラブチーム、サッカーチーム持っていといったところ、応援歌まであるといったところ、気分を盛り立てていきますね。応援歌いいですね。いいですね。応援歌いいですね。確かに見ている方も盛り上がりますし、選手たちも盛り上がりますからね。聞こえないでしょうけどね。そうですね、記者音声が非常に強くやってます。ただ見てる側としては気分が上がりを考慮しますよね。あ、そうですね、ちゃんとって言った方がいいかもしれないですね。サッカー用語的には応援歌ということはちゃんとって言いますからね。あ、そうなんですか。はい、ちゃんと、はい。そしてヘカリム、これ完全に芝生に対抗できる装備が揃ってますか。揃ってますね。これちょっと分からなくなってきましたね。マップのコントロールといったところでも BJK 返せそうではありますし、光も装備と、あっと、これグラバスがやってしまったのか。フラッシュを選択、フックは、あ、当たらない。セジュアニを狙ってようなフックでしたけど、光目が、そしてホームガード TP をずっと待ってましたね。待ってますね。しかもちゃんといい位置に置いてますね。あー、この位置は潰しておきたいでしょうね、 ITZ からすると。ただ分かっていないかもしれないですね。あ、分かってないですね。そしてバロンへの圧力を生み出すためにヘカリムはボットスプリットプッシュですか。芝穴もこれで、芝穴 VS ヘカリムがもう一度起こりそうですね。起こりそうですね。そう、この装備でどちらが勝ちますか。そうですね、マジックダメージと物理ダメージの、いやー難しい。ライフスティール的に芝穴ですかね。だと思いますね。サステインの面で芝生の方が勝ってますね、うん。さあ TP 狙ってますよ。ワードがある位置がもう怖くて仕方がないでしょう。 ITZ いけないですね。いやー、今日視界がない。さあ、そして TP もしている、このように行くよというピンも出ている。取ってからですね。バロン取ってから入った。裏に完全にあり、ウルト
使いましたが、シビルもローラーフィタで生き残っている。ここでゾーニャウルト完璧だ。ルシアンがまだフリーです。ルシアンがダメージを出している。そしてアーリがダウン。ルシアンまだ来ている。シバーナが張り付いていますが、さあシバーナルシアンを倒し切ることには成功しましたが、ダイアナがきっちりフォロー。2-2交換狙ってますが、ただルシアンを落としたのは大きいですね。大きいですね。シバーナが非常に仕事をしてます。ただルシアンもこう途中までは敵のキャリー陣を落とすまではシバナを無視する動きをずっと続けてますね。フォーカスは敵のキャリー陣だとああいうことですかね。ただシビルがまだ残っていることを考えると、ああうまく逃げましたね。あ、映ったか。映ってないですね。ミニオンの鹿に映ってない。ラッキーラッキーですね。ソーラーフレア2チャームとエグゾーストフラガスが捕まってお互いゾーンを吐くという。一応シビルは逃げ切ってはいるんですね。やはりあー今でフラッシュが落ちてしまいましたか。ルシアン ITZ は集団戦のところ被害を最小限に抑えましたね。ここからルシアンのブラッドサースターができればある程度、いや、おお、チャム、これはダイアナ。ただヘカリムがカバー来るか。グロゴスウルト、うわー、うまく逃げた。さあここで追撃が入りますが、ルシアン間に合っている。さあシビルウルト使っているが、ヘカリムが怖いぞ。ヘカリムは一旦フォーカスを変えてウルトを放ったが、手前におびき寄せることには失敗。さあお互いノーデッド。今の死なないのですか。ダイアナは素晴らしい。ただバロンバフがあることを考えると、 ITZ としてはうまくいなしたと言えるかもしれないですね。これでバロンバフの時間がほぼなくなるでしょうからね。グラガスうまく弾いたんですけど、ね、はい、素晴らしいウルトでしたね。先ほどからグラガスのウルトが本当に素晴らしいんですよね。やはりバロンバフそろそろ切れますね。残り5分の1を切ってますからね。そしてこれはドラゴンです。サードスタッカー、ポンドスタッカー、グラガスが仕掛けた。さあシバナが怖くてルシアンはかなり前に出ていない、視界外にいるような形。ルシアンの位置がバレると一気にシバナはゾーニングするでしょうから、うまくばらけているのは BJK。 セジアニが狙っている。グラガスはそこをカバーする。シバーナにとってもらうような動き。さあセジアニ仕掛けた。ここでシビルの歌吐きましたが、捕まえたか。レオナアーリを捕まえている。ただスレッシュのボックスがいい形にはなっている。シバナのヘルスが、さあそしてシバナがついにダウンするか。さあセジアニが1キル取って、レオナもシバナを落とした。そしてこのシビルにはヘカリムが張り付いている。仕事をさせない。グラガスがただルシアを落とすことには成功した。お互いの AD キャリーは落ちた。そしてダイアナがアーリを狙っている。このヘカリム止まらない。今の素晴らしい、どちらも素晴らしいですよ。キャリー陣を落とした ITZ のジャングラーのグラガスの判断も素晴らしかったですが、集団戦始まった後ルシアン一瞬シビルやアーリを狙おうとしたんですが、届かないと見るや否や複数人でシバナをフォーカス合わせて落としました。集団戦の判断が素晴らしい。そしてヘカリムはどうしようもないですね。ヘカリムはあのライフ減ってませんでしたから、減ってませんでしたね。回復しましたからね、はい、やはりダイアナとレオナとヘカリムが入ってくるといったところでフォーカスを合わせるのが ITZ 非常に難しくなってますね。レオナをフォーカスするとヘカリムに暴れられ、ただヘカリムにフォーカスを合わせるとレオナはしっかりとした CC 持ってますから、それを生かされて、ヘカリムのウルトからの、凄まじいダメージをもらうことを考えると、あ、そしてこれルシアンにファーム集めてるのってブラッドサースター完成しますか、もしくはシミターにしますか、いつらにどちらにしますかね。ブラッドサースターの方が良さそうですか。多分ブラッドサースターをファームすると思うんですけど、先ほどからアーリが
ダイアナやルシアにこう圧力をかけることができてないんですよね。ブロックサスター購入できました。しましたね。シールドのブロックサスター持ってますが、1枚バンシーなんですよね。はい。これはほぼほぼフルビルドに今近づこうとしています。ダイアナとアーリもあとワンアイテムでフルビルドになります。トップレーナーは互いにやっぱりムシワのフルビルドになってますね。ジャングラーもあとワンアイテム、いやセジュアニアはもうフルビルドといったところでしょうか。グラガスが今もうワンアイテムで、フルビルド。ここでテレポートの有利はヘカリムにはありますが、1分半後バロン段階でこれは上がります。芝の上がりそうですね。セジアニが上位仮面積んでる火力出ます。出ますね。無視できない火力がこれ十分出ますね。そしてヘルス今いくつですかね。セジアニこれダブルの火力が凄まじいことになってますね。ワーモグ、シンダーハーク、ソラリ仮面でヘルス上がってますから、かなり上がってますからね。3500前後あると思いますね。もっとですかね。ヘカリムが3500ですから、スレッシの HP が3500あるんですね。あるんですね。これあ、見えました。ましたヘカリムがボットプッシュします。セジュアニのヘルス4646です。ヨロヨロということですね。凄まじいダメージが出ますよこれ。ダイアナが2300ですから、ただダイアナの場合は少なからず AR とマジックリストありますからね。そしてシールド分もあることを考えるとエフェクティブヘルスといったところでは3000を超えそうな感じがしますね。お互いにバフを取って、ダイアナが3600あるんですね HP。 そしてフローズンハートが3枚もありますね。さあチャンいいダメージが出てますね。待ってますよヘカリムがずっと。そしていい位置にワードが置けてますからね。さあバロン返す、裏に折り返しに行く。やめた。さあ、ダイアナを狙っているのは ITZ。 ただダイアナをうまくしのいでゾーニャ。さあここにフレア、シビルが捕まった。シビルフラッシュアウト選択ですが、ここにヘカリム。さあキャリー2人が、いやアーリーうまく逃げた、アーリーはうまく逃げた。そしてルシアンは落ちている。シバーナが仕事をした。ただダイアナが倒せない。ダイアナがダブルのシールド量が凄まじい。そしてセジュアニレートゲームに火力が出る。セジュアニがいいかなを追いついてますね。そしてアーリーダウン、4キルゲット。 BJK そのままインヒビターまでいけますか。シバナのダメージは怖いですが、レンジドのダメージがないんですが、さあシバナ赤スマイトは1回打てる。どのように打つ。いやこれはもう厳しい判断か。そのままバロンに圧縮できそうですよ。いやエンドイット、ネットエンドイット狙いますか。リスクのある選択をしましたが、さあシンダーハークの AOE ダメージによってダメージが入ります。さあバックピングやはり出ましたね。がバックピングですね。これバロンもしかしたらできない可能性がありますが、いやできないと思いますか。ワードを潰しますか。ワードを潰してますね。そしてテレポートの有利はこれ島田に移りましたが、どうしますか。はい、サントラーを取れば問題ない。確かにこの MS バフは強力ですからね。そしてドラゴン3つ目持ってますから、現在50分50秒です。おっとウルト使わせた。ウルト使いましたか。ただトップのミニオンがすごく溜まってるのも ITZ、 非常に ITZ マップ上では有利になってますが、ボットレーンでは BJK がミニオン溜まっている。さあダイアナが見つけてシビル、ウルト逆に入った、前に出た。そしてヘカリムウルト、ただシビルとアーリが完全にフリーにはなっていますが、グラガスウルトに前に出てしまった。さあルシアンがフリーだ、ルシアンがフリーだ。ダメージを出してシビルがダウン、シバーナもダウン。さあアーリはうまいこのネクサスから離れるようにしていますが、3キルゲットしているのは BJK。 タンクヘカリムレオナができますからね。
さあそしてルシアンが今回生き残っている。 AD キャリーダメージを出せる、タワーは折るのが早いぞ。さあただヘカリもダウン、そしてしおっとセジョニもダウン、タワーによってダウン。さあ1本のみ1本のみ、ここのデスタイマーの差でバロンがちょっと分からなくなりましたか。ヘカリムが残り60秒です。そしてシバノは残り30秒、およそ30秒の差がありますか。レオナもあと60秒です。これは ITZ にとって一つチャンスですよね。そしてトップのインヒビターはルシアンが守れそうですか、どうですかこれ。さあどうなる。いやこれはバロンいけますね。 ITZ まだ分かりませんよ。しかもあのインヒビター割れるんじゃないですか。ダイアナが来ますか。ただボットもビッグウェーブ、いやただ芝の TP ありますから。はい、いやそして待ってますよ、待ってますよ。ルシアンが来ると分かっている。ピックアップ待ってますね。おテレポートしました。始めました。5人で始めました。5人で始めたのは ITZ。 どう取るこのバロン。さあ ITZ はこのバロンが取れれば一気に有利になる。ヘカリムが生き返った。さあ時間を稼げることができるか。ゲットしたのは ITZ。 後ろに下がりながらダメージ出すのは BJK。 シビルをウルトを切ってるのは ITZ。 一気に当たりにかかったが、ここはスジワリのウルト、そしてヘカリムからのダイアナ、一気に1キル拾った。そして間に合った、レオナが間に合って2キルゲットしてるのは BJK。 シバナとシビルが倒れてますよ。ネクサス、ネクサスとピンが鳴っている。リコールをしている。グラガス時間を稼ぐが、スローのエリアを張って時間を稼ぐ。そしてさあバロンバフを持ったミニオンが頑張るか。いやダイヤだったらチャーム当てた。チャーム当てて殴れない、追撃ができない。さあネクサスターが割れた。ネクサスが割れて勝利したのは BJK。電撃すごいですね。ここまで熱いゲームになるとは思いませんでしたけども。思いませんでした。今頃トルコは湧いているでしょう。湧いているでしょうね。今見に来たお客さんはものすごい興奮をしながらいやトルコの方々羨ましいですねこんな熱いゲームを応援しているチームが、しかも現地で見れるわけですからね。はい、改めてちょっと振り返って何が結局要因だったんですかね。そうですね、やはり、まあ、序盤のところ ITZ 有利を取ったんで、そのままスノーボールしてトップのインヒビター、ミッドのインヒビターを追ってサードターン、ボットのサードターンのところ行きましたよね。そこで BJK が見事な反転を見せた。さらにはバロンのスティールをダイアナがした。この一連の動き、この2つの動きが逆転の要素になったと思いますね。その後の集団戦の動きの BJK 非常に素晴らしかったですね。さあこれで2連勝です。 BJK まさかまさかのブラジルを倒すことができるのか、ホームでどういった戦いになるのか。次のゲーム第4試合目ですね。準備が整うまでしばらく失礼いたします。